あなたはいじめにあっていませんか？いじめをしていませんか？見て見ぬふりをしていませんか？自分には関係ないと思っていませんか？これはあなたの学校でも起こりうるストーリーです。ごきげんよう、皆さん。学校は私のお城。セラ様、おはようございます。セラ様、ここでは誰も私に逆らわないし、逆らおうとしない。あれ、セラ様、そのバッグ。ああ、これお父様が海外出張のお土産に買ってきてくださったの。さすが一流企業の社長さんですね。羨ましいです。密着なのに遅れちゃう。あいたたたたた。セラ様、セラ様、バッグに傷が。あなた、お名前は？2年3組、君島文子です。そう、君島さんね。君島さん、あなた気に入らないわ。生贄になりなさい。ビクビク怯えちゃって。さあ始めましょう。今度の生贄は何日持つのかしら。邪魔よ。あれ、君生贄になった子だよね。ちょうどよかった。これ捨ててきて。家の生ゴミ。何あれ。あの子が今度の生贄。あ、フミコ、ダメよエミ。今助けたらあんたまでやられるわ。でも生贄は全校生徒からいじめられる。それをかばった人も。自分から生贄になりたいの？誰もが私の思い通り。両親の多額の寄付金のおかげで教師たちも逆らえない。ここの全てを動かすのはこの私。そう、このお城の女王様。なんて愉快なの。あの子変わったわね。生贄だけにはなりたくないわ。前はすごく明るかったのに。友情ね。お願いします。もう許してください。傷つけたバッグは必ず弁償しますから。だからお願い、もう許して。ちょっと話しなさいよ。制服が汚れてしまったわ。どうやらあなたにはお仕置きが必要なようね。
セラ様。あ、やめて、やめてください。お願い。そう思っていたのに。お父様、今、なんて。すまん、セラ。会社が潰れることになった。この家も売ることになったの。え？いやよ、そんなの信じない。私はいつだって人の上に立ってきたわ。それなのに、こんな屈辱。認めない。何？何の騒ぎ？何よこれ。誰がこんなことを。あら、今頃到着。ちょうどよかった。これを処分してちょうだい。いやよ。聞いたわよ、あなたのご自慢のお父様の会社潰れたんですってね。かわいそう。まあ、いい気味なんだけど。あんたたち、誰に向かってそんな口聞いてるの。どうなるか分かってるんでしょうね。あっ分かってないのはあんたの方よ。父親のバックアップのない今、あんたなんてちっとも怖くないよ。うえー、次はあんたが生贄よ。私がこんな目に。もうダメ。誰か助けて。お願いします。助けて。お願い助けて。みんなあんたのことなんか大嫌いなんだから。あら、泣いちゃった。泣くのはまだ早いわよ。メインイベントはこれからなんだから。その長いくねった髪が嫌だったのよ。嘘、やめて、お願い。どうしてこうなったんだろう。大丈夫ですか？え、君島ふみか。何やってるのよ、ふみか。こいつがやったことを忘れちゃったの？忘れてなんかないよ。きっとずっと許せないと思う。でも、いじめられていた気持ちもわかるの。え？誰も
けてくれない。本当に苦しかった。そうだね、私もこいつと同じ。いじめられるのが怖くて助けに行けなかった。ごめん。私も同じだよ。ごめんなさい、セラさん。あの時やっぱり怖くて助けに行けなかった。見ているだけだった。いじめていたのは私なのに、助けようとしてくれたの？はい。セラは自分がいじめられて初めていじめられる人の気持ちを知りました。エミも知りました。友達を助けず見ないふりをすることもまたいじめだと。フミカはもしまたいじめられている人がいたら怖くても勇気を出そうと思いました。同じ教室にいる誰かの気持ち、あなたは考えてみたことがありますか？きっと一人一人の気持ちを考えるようにみんながなれば、いじめている人を止めることも、いじめられている人を助けることも、いじめをなくすこともできるのではないでしょうか。YouTube チャンネル、チャオチャンネルはチャオがますます楽しくなる映像を続々公開していくよ。ぜひチャンネル登録してね。